東急でハ80系電車江ノ島鎌倉観光600系電車江ノ島鎌倉観光600系電車は江ノ島鎌倉観光が1970年に導入した電車である。東京急行電鉄から譲渡された同社でハ80系4両を2両固定編成とした上で収益させたもので、江ノ電においては1990年まで運用された。江ノ電の運営する路線は 開業から1945年までは、軌動法に基づく軌動線であったが、同年に、地方鉄道法に基づく、鉄道線に変更された経緯を有する。その後、1953年に制定された改善三カ年計画を契機として、同年から1960年にかけて連結車200、軽2両1編成と連接車の300、軽2両5、 編成及び500系2両に編成を導入、運用車両の機内化を推進した。もっとも、通常の列車は、全列車2両編成化がなされた一方で、他客時には1951年10月22日付の地方鉄道運転規則例外取扱い許可に、基づく特殊続行運転が、後続車に100型を使用する形で実施されており、これが、 定時運行を妨げていた。その後モータリゼーションの進展に伴い、1964年以降、輸送人員は減少に転じ、また、江ノ電車内における事業別収入でも、鉄道事業は1961年以降前、事業の再開に転落するなど収益効率の悪さが問題となり、路線廃止による鉄道事業からの撤退が検討された。しかし、 江ノ電における主要事業の一つである不動産事業と密接な関係にある鉄道事業からの撤退は特策ではないと判断され、また他事業の収益により鉄道事業を支えることもできる状況であったことや路線バスへ転換した際に鉄道路線と同等の輸送量を確保することが困難であるとの理由から鉄道事業撤退は一旦棚上げされることとなった。 これを受けて1960年代後半から1970年代、はじめにかけて、再度近代化、合理化、輸送力の増強などがなされることとなり、江ノ島、極楽寺両変電所のシリコン整流器化、特殊続行運転の廃止と4両運転の開始、単線自動閉塞信号装置の運用開始、車両の終電装置の変更などが実施されている。 これらの施策のうち、輸送力増強と運行の効率化、保安度工場のため特殊続行運転の廃止と、連接車の4両運転の開始にあたっては、各駅のホームの延長などがなされたほか、これにより不足することとなる車両の増備が必要となり、1970年に東京急行電鉄から4両、翌1971年には上田マリコ電鉄から2両、 それぞれ中古電車を譲り受けた。前車が本校にて衝突する600型となり、後車は800型としてそれぞれ導入されている。600型は、東京急行電鉄から電波8 0系8 7から90を譲り受け、江ノ電における規格に適合するよう改造したものである。車両番号の変遷は、車歴を参照。エノ電における導入に際しては、 台車の改造による機関の変更、客用扉ステップの撤去、閉務運転台が、乗務員室直後の客用扉の移設、方向識別等の撤去などが施行された。600K603 の前頭部 600K601 の客室内、全長 13,920mm の半抗性車体を備える。の大きな丸つま形状かつ枚の全面窓を備える。 前頭部や高さ、幅とも1000ミリメートルの大型側窓と狭い、幕板部といった外観上の特徴は東急在籍当時から大きな変化はない。前面上部に取り付け型の前小灯一刀、腰板部の妻面,面と側面との境界付近に後部標識刀を左右各一刀ずつ設置し、前面層下中央部には横長形状の行き先表示板差しが設置されている。 側面に3箇所設けられている片開け客用扉のうち、両端の扉は 780mm 幅、中央扉は 850mm 幅と寸法が異なり、側面窓配置は D4D4D である。一方で、導入に際しては601.603の鎌倉寄妻面よりつま及び602.604の藤沢よりつまの運転台をそれぞれ撤去して客室化し、 変運転台構造としたほか、乗務員スペース拡大のため損置された、運転台直後の客用扉を 370mm 後方へ移設、同客用扉の戸袋窓が 620mm 幅に縮小されている。その他、両端扉の下部に設置されていた内蔵型乗降ステップの撤去に伴う客用、扉下端部の切り上げのほか、全面下部の廃焼器撤去、 前面マクイタブ左右に設置されていた方向識別等及び前面コシータブのジャンパ線、空気制動用ホースの撤去などが施行された。車体塗装は従来車とは一変し、本形式が新形式車両であることをアピールする目的で窓周りをシー路、コシータブ、及びマクイタブをアイボリーとした本形式独自の新塗装が採用された。しかし、この塗装は、 配色面積に占める白色系塗装の割合が大きいことから、パンタグラフの終電ネ部,部から飛散したカーボン粉や塩分、ホコリなどによる汚損が著しく目立つ状態となり、運用開始後の初回定期検査において従来車と同様の窓周りをクリーム、腰板部、及び膜板部をグリーンとする二色塗装に変更されている。室内は上高と間に編成短足は、 長さ 3830mm、連結面側が 4210mm のロングシートを配置しており、一両あたりの車両定員は100名となっている。また、運転室は客室との間に簡単な仕切りが設置されたもので、中央やや左側部に運転台が設置され、乗務員室扉がないため車掌は、車体グー部の加工窓から前方監視を行った。 600K601 の運転台。一部機器が保存に際して撤去もしくは交換されている。台車は、ボールドウィンロコモティブワークス製の LK 台車を、ベースとした東京市電機局 D-10 台車に、類似のものを装着する。台車枠は、板台枠、枕バネは重ね板バネ、軸バネは、コイルバネ、軸受けは、メタル軸受け仕様となっており、 固定軸間距離は 1422mm、車輪径は 840mm で、主電動機は、同軸の外側に吊り掛け駆動方式で装化されている。この台車は、東急でハ40型が、心臓時より装着した台車で、東急でハ20型が80型に交代化、改造された際にでハ40型との間で、台車交換が実施されたものである。江ノ電における導入に際して、 台車交換は実施せず、機関を三百七十二ミリメートルから六十七ミリメートルに縮小する改造を施行している。主電動機は、改め機による、車輪内面間距離縮小に伴って従来品が、そうか不可能となったため、いずれも導入に際して完走されている。六百一には百0百十より転用した、東洋電気製造 t d k 八十三。 を2機、602には、電動化車2系2の廃車発生品である東洋、電気製造 TDK-13 を2機、それぞれ搭載した。流用元における装着当時、TDK-583 は37.3、キロワット TDK-13 は48.0、キロワットの定格出力をそれぞれ交渉したが、601から602、編成への装着に際しては、 両機種とも定格出力を、37. 3 7 3ットと交渉し、さらに後年交渉定格出力が4 5 0キロワットに改められている。一方、603.604は、東急車両製造の手持ち品を購入した、日立製作所 HS-253A を一両、あたり二機搭載した。主電動機はいずれも、各台車の車両内側の車軸に搭載されている。 常用制動装置は当初等級在籍当時と同様に SME 三観式非常直通ブレーキのまま竣行、高年電磁制御弁が追加されて、電磁 SME 仕様に改造され応答性向上が図られている。また、電動空気圧縮機は DH-16 を各社に1機ずつ搭載している。終電装置は東急在籍当時より搭載した一本終電船仕様の 東洋電気製造 PT33G、両系パンタグラフをそのまま継続使用し、本形式は、江ノ電発の菱形パンタグラフ使用者となった。搭載位置は、当初全社とも各社の藤沢より屋根上とされた。1970年9月15日より601から602、編成、同年12月15日より603から604、編成が、それぞれ運用を開始した。 また、翌1971年12月10日には800、計801から802編成が運行を開始しており、これに合わせて、同年6月20日に特殊続行運転が廃止、翌6月21日に連接車に編成の10連による4両運転が開始された。さらに、同年12月27日には、単線自動閉塞式が使用開始されており、 1969年12月1日の江ノ島極楽寺両変電所のシリコン製流器化と合わせて大幅な近代化がなされている。導入後、1972年に実施された初回定期検査に際して前述した車体塗装変更とともにパンタグラフの引き紐を運転台から操作することを可能とするため602.604のパンタグラフを従来の藤沢よりから 鎌倉より二節、同時に同二両のパンタグラフを日本終電船仕様の東洋、電気製造 PT5210 に換装した。日本終電船仕様のパンタグラフを搭載したことによって終電能力が向上したため、検査出場当初は PT33G のまま損置された601.603のパンタグラフを硬化して運用されたが、直接釣り加仕様の河川との相性の問題から、 まもなく全車ともパンタグラフを上昇して運用する従来の形態に戻された。その他、この検査時に車内壁部が従来のニス塗り仕上げからグレー系塗装の塗りつぶし仕様に変更されている。本形式は前述の通り当初は主電動機を1両あたり2機編成で計4機搭載していたが藤沢駅付近の高架化工事の進捗に伴って完成後に 広角間への取り付き部に新設される最急勾配35パーミル区間を走行するにあたって、編成出力、粘着力とも不足することが懸念された。このため1973年に602.604の主電動機を4機仕様に増設する改造が施行され、1編成あたり6機搭載となって、出力増強が図られた。 602は 100K105 より転用した東洋電気製造 TDK-583 を増設搭載した。前述の通り600にはエノデンにおける導入に際して 100K110 より主電動機を転用しており、今回の主電動機増設にあたって110と同一機種を搭載していた105が教室元に選定されたものである。 一方603から604編成の場合、603の主電動機を静岡鉄道より購入した同社も、波 20K21 の廃車発生品である TDK-31SN に乾燥603から捻出した HS-253A を604へ転用増設して主電動機4機使用とした。また、 主電動機増設に伴って制御装置が東急在籍当時からの関節非自動制御機から静岡鉄道より購入した電動油圧カ無軸式関節自動制御の登用、電気製造 ES-801B に全車とも換装されたその他保安ブレーキの新設車輪交換による車輪計 860mm 化のほか、 601.603のパンタグラフを602.604と同じく PT52 手に乾燥し、編成内のパンタグラフの機種統一が図られている。その後、1978年にトブクロ窓を従来の冊子窓型から H ゴムによる固定指示に改造した。1980年には4枚の前面窓のうち中央寄りの2枚を H ゴム固定指示による固定窓構造としたほか、全小灯をシールドビームに投下して、全面コシータブの左右へ一灯ずつ設置し、移設された全小灯直下に、角型の後部標識灯を新設して、従来の後部標識灯を撤去するなど、外観の変化を伴う改造が施行された。改造当初は、従前の屋根状の全小灯も損置されていたが、間もなく撤去されている。 しかし、全面窓の固定化によって乗務員室内の通気性が低下し、乗務員から不評の声が上がったことから、601から602編成のみ、H ゴム固定支持化された2枚の全面窓のうち、全面向かって左側の窓について2段窓構造の開閉可能なアルミ差し仕様に再改造されている。また、後年には連接者各形式と同様に、制度装置へ、 電磁制御弁が追加されて、電磁 SME 仕様に改造されたが、本形式は800型とともに、重連運用の対象外とされ、終始2両編成で運用された。本形式は連接者格形式と比較して1、編成あたりの収容力が大きく、多客時における運用に重宝されていたが、一方で、 連接構造ではないため曲線区間走行時の動揺が大きいという旅客サービスの面で難を抱えており、また乗務員扉を持たない車体構造に起因して前方監視のしにくさなどが乗務員から不評を買っていた。そのため、線形の増備に伴って本形式の代替が計画され、まず603から604編成が1981年12月20日の 線形線1 0 1から1151編成の運用開始に伴って運用を離脱編成を分割され603が極楽寺建築構内に604が当初は鎌倉駅5番線にその後江ノ島駅構内の電流線にそれぞれ留置された後1983年12月1日付で2両とも除籍された 残る六百一から六百二編成は九百八十五年二月に導入当時の窓周りを朱色、腰板部、よび膜板部をアイボリーとした二色塗装に復元され、赤電のヘッドマークを装着して運用された。これは同編成の運用終了を記念した塗装変更であったとされるが、実際にはより老朽化が著しかった八百系の代替が優先されたために六百一から六百二 編成はその後も継続運用され、約1年半後には再び、窓周りをクリーム、腰板部、および膜板部をグリーンとする、標準塗装に戻された。同時期には、戸袋窓が、従来の上下分割2枚窓形状から、縦長の1枚窓形状に改造されている。また、600には編成の鎌倉より車両の車番10位を50番台と、 する連接者各形式の不板基準に則り、1988年9月1日付で651へ改版された。その後、601から651編成は1990年4月の2000系2001から2051編成の運用開始と入れ替わるように運用を離脱、同年4月28日付で除籍され、本形式は全廃となった。廃車後、 601は、同年7月に、東京都世田谷区の東急世田谷線群の坂駅脇にある宮坂区民センターへ搬入され、同地にて、生体保存された。車体は東急に残存したで、波80系の晩年と、同じく、ライトグリーンに一色塗装とされた一方で、江ノ電在籍当時の車番表記、601と、 社名表記はそのまま存置されており、全面形状や絵の電導入に際して下端部が切り上げられた客用扉なども絵の電在籍当時のままとされている。そばには簡単な説明書きが置かれており、区民センター開館時は社内に立ち入ることも可能である。なお、世田谷線に在籍した玉川線時代からの在来車はその後の車両近代化に際して全車とも廃車。 解体処分されているため、現存する車両は601と川崎市宮前区にある、電車とバスの博物館にて、生体保存されているデハ 200K204 のみである。その後、601は、露天環境における保存開始から25年以上を経過して、各部の劣化が進行したため、2017年12月より、ふるさと納税にて、補修資金を募り、 翌2018年8月に修復工事が完了、同年8月25日には記念式典が開催された。一方、651は、江ノ電の車両を模した、江ノ電も中を販売する神奈川県藤沢市のは、菓子店、大木屋に全面のみ保存されている。内部は、和菓子製造の作業場となっており、運転台機器などは一切撤去、電車正面のサボ受けには、 江ノ電も中と表記されたサボが入れられている。大屋は江ノ島、腰越山にあり、走行中の車内からでも見ることができる。ありがとうございます。